皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。日本では世界最速の7月24日に公開されることが決まった話題の映画デッドプール&ウルバリンが非常に楽しみですね。今回はデッドプール&ウルバリンがレゴブロックで発売されるのかどうかについて考えたいと思います。デッドプール&ウルバリンは第1作目から15歳以上でないと鑑賞することができない R15 指定だったデッドプールシリーズの3作目で、これまでの2作品と同じ R15 指定となっています。実際に作品を見ると分かりますが、デッドプールシリーズは下ネタのセリフや暴力的なシーンが多く、 R15 指定なのも納得できます。デッドプール&ウルバリンのポスターでは実在の銃であるデザートイーグルを構え、公式サイトには普通のヒーローに飽きてないというコピーが掲載されている通り、とにかく普通ではないキャラクターなのです。最近はヒーロー疲れという言葉を耳にするようになりましたが、昨年はマーベル作品も営業的にかなりの苦戦を強いられました。しかしデッドプール&ウルバリンは今年最大のヒットになると予想するメディアも多く、マーベルの救世主となる可能性が大いにあります。そこで今回はスタッツのメインサブジェクトであるレゴブロックとデッドプールについて紹介したいと思います。過去に発売されたレゴブロックのデッドプール、デッドプールはこれまでウルバリンのチョッパー対決というセットで2012年に一度製品化されたことがあります。チョッパーは英語ではバイクとヘリコプターのどちらにも使われる言葉ですが、製品名ではウルバリンのバイクを指しているのでしょう。ただしセット内容はデッドプールのヘリコプターがメインです。2012年の時点のデッドプールですが、2009年公開のウルバリン X-Men ゼロに別人といえるキャラクター描写ですでに登場していました。しかし単独の映画はまだ公開されていませんでしたので、本製品はコミックをモデルにしていると思われます。ミニフィギュアの画像では戦っている2人ですが、最新作の予告動画やポスターを見ているとこのデッドプールとウルバリンも仲が良さそうに見えますね。新作映画のデッドプール&ウルバリンはレゴブロックで製品化されるでしょうか。先に結論を言うと、映画デッドプール&ウルバリンがテーマのレゴブロックが発売されることはないでしょう。デッドプールの映画は1作目も2作目も R 指定で下ネタのセリフや暴力シーンが多く、これまでレゴブロックで製品化されたことはありません。そして新作映画も公開日が迫っているにもかかわらずレゴブロックの発売予想は出ていません。近年レゴブロックでは推奨年齢18歳以上の大人向けの製品が積極的に投入されてはいるものの、選ばれるテーマ自体は建物や乗り物、植物や動物など子供でも安全に楽しめる内容というのが大前提です。デッドプール最新作のレゴブロック発売を心待ちにしている人は多いと思いますが、残念ながら製品化される可能性は極めて低いと言えるでしょう。ミニフィギュアなら製品化されるかも。デッドプールはレゴブロックでは先ほど紹介したウルバリンの製品以外にもサンディエゴコミコン限定でミニフィギュアが発売されたことがあります。今後もミニフィギュアとしてならレゴブロックで製品化されることがあるかもしれません。マーベルキャラクターのミニフィギュアはコレクターアイテムとしても人気がありますので、製品化を待っている人も多いでしょう。まだ確定情報ではありませんが、2024年11月に大型セットの X マンションが発売され、ミニフィギュアが10体程度付属すると予想されていますので、ひょっとするとデッドプールも含まれるかもしれません。ただし現在付属が予想されているミニフィギュアにはデッドプールは含まれていないようです。いずれにしても X マンション発売はまだ確定情報ではありませんので、新情報が出次第またお知らせします。余談ですが、アメリカで6月14日に公開されたピクサーの長編アニメ映画インサイドヘッド2は公開2週目にして世界での興行収入が7億2400万ドルを記録し、今年一番のヒットとなっています。米メディアでは1年前に公開されたバービー以来の10億ドルを超える作品になるのは確実と言われています。現在のレートだと7億2400万ドルは約1156億9000万円、10億ドルは約1600億円です。インサイドヘッド2は日本では8月1日公開ですので、日本での興行収入はまだこの数字には入っていません。とにかく驚異的なヒットとなっています。7月24日に日本で、アメリカでは7月26日に公開されるデッドプール&ウルバリンはインサイドヘッド2の記録を超えられるでしょうか。そして超えた場合はどれほど差をつけられるでしょうか。非常に楽しみです。皆さんも映画を見たくなりましたか？
インサイドヘッド1作目とデッドプールの1作目と2作目はディズニープラスで見放題配信中ですので、見たことがある人もそうでない人もぜひ一度チェックしましょう。レゴブロックの最新情報はスタッツ公式サイトと公式 X で最速でお届けしていますので、ブックマークとフォロー、そしてこの動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。